Today, I have an amazing looking RPG that you probably never heard of. It's by a Japanese company. I'm probably going to mispronounce it, but it's Hitaka. I think it's the developer name, Hytaka. I'm going to put a link to their Twitter and YouTube page down below so you can check out more footage of this game. This game looks stunning, amazing. I got some gameplay footage for you. So I'm going to go ahead and roll this footage for you to check out, guys. So enjoy this footage. 世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はですね、対戦ゲームあるいは対人要素のあるゲームにおいて、よくねネット上のお山の大将たちがこんなことを言っているのを耳にします。このゲームバランス崩壊してるやん、調整班無能すぎ、わらわら、トゲのある攻撃的な言葉で開発チームのね人格を否定するようなことを言ったりする人がよくいるんですけど、僕そういう人たちのことめちゃくちゃ嫌いなんですよね。まず大前提としてゲームのバランス調整っていう分野めちゃくちゃ難しいんですよね。バランスは多少悪くて当たり前、整っていたらむしろ奇跡に近いぐらいの感覚なんで、スマブラですら5作目のバージョン13でようやくあの神バランスですよ。どんだけ難しいかっていう話ですよね。まあその SP に対してもさっき言ったようなね攻撃的な言葉で否定の殴り書きみたいなする方々たくさんいるんですけど、もうそういうのやめませんかって話ですよ。相手のダメなところをいかにポジティブに伝えるか、これがコミュニケーションの基本です。他人に石を投げるのが気持ちいいってのは正直僕も知ってます。まあ昔やってたんでね。っていうか誰しも一度はやったことあるじゃないですか。多分インターネットっていうね、匿名で書き込めて、まあ殺害予告とかそういうアウトな行為しない限り開示請求されることもなく、匿名で人に石を投げれるツールっていうね、もうそんな投げらな損やんけ。まあわかるんですけど、結局他人へのネガティブな執着っていうのは自分のメインクエストがうまくいってないことの裏返しなんですよ。根本の原因ってそっちなんで、石投げてても何も解決しないんですよね。結局自分のメインクエストをうまく攻略していく、必死に攻略していくしか解決する方法はないです。他者を攻撃しまくることってめちゃくちゃ依存性も高いんで、もうちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思います。ファミレスとかでね、ちょっと料理に髪の毛入ってたぐらいで鬼の首取ったようにめちゃくちゃキレ散らかす人たまにいるじゃないですか。そういう人見てどう思いますっていう話ですよ。もう普通にね、すいませんちょっと髪の毛入ってたんで変えてもらうことできますかって言えばいいじゃないですか。まあ僕リアルだったら正直髪の毛指でどけてそのまま食いますけどね。攻撃的な言葉を使うのがベストなタイミングって人生において一度たりともないんですよ。この話を聞いてね、ああ分かった、お前否定するなって言いたいんだなって勘違いされる方がね多分たくさんいると思うんですけど、そういうことではないです。実は否定ってポジティブにできるんですよ。攻撃的な言葉なんて一切使わずにポジティブに相手のダメなところを建設的にね指摘してディスカッションしていくっていうことが人間だったらねできるので、うわこいつ俺の作品否定するなって言いたいのかよ、クリエイターとして失格やんけって早とちりしちゃった人はもうかなり重度の石投げ依存症なんでね、一度深く考えてみてください。というわけで今回は戦闘のバランス調整についてですね、まあ、バランス調整というよりはそのさらにね下の部分、バランス調整のための土台を作ろうっていうところをねちょっとやってみたいと思います。このゲームの戦闘ってさっきから後ろで流してるみたいな感じで、いろいろたくさんねかっこいいアクションがあって結構いい感じに見えてると思うんですけど、実はねバランス調整のための土台すらしっかりできてない状態なんですよね。自分のやりたいアクションとか戦闘システムっていうのをとりあえず大きな鍋にぶち込んでグツグツ煮込んでる状態。And there you go, guys. I hope you enjoyed that. Comment below and let me know what you thought of it. If you ever heard of this game before or seen any footage, because it's very unique. That's it, guys. Don't forget to hit like and subscribe as well. Also, I do stream on Twitch. My Twitch link is down below. So come hang out and chill. I'll see you next time. Y'all have a good day.